吾妻村の愛は江戸での戦いで運命を狂わされた。霧が体に入り込んで半分魔物になってしまって、お世話になった人たちから離れて遠く遠くに行って、そこでアイザックと出会い、東雲アイラになった。そして何百年も戦い続けて、ついには心が折れて、ゲートに飛び込んであなたたちの世界にたどり着いて、時坂千歳と名乗った。ここはその始まりの場所よ。江戸時代、魔物が現れたその日、第一次侵攻、その時、転校生君、ごめんね。私と東雲さんのわがままに付き合わせちゃう。私たちは、どうしても自分を抑えられなかった。ただの村娘として人生を送る。吾妻村の愛。どれだけいるかわからない。平行世界の私たちの、たった一人だけでも、一人だけでも、ただの人間として死ねる私がいたら、その思いが止められなかったの。だからこれは、私たちのエゴ。でも、私たちだけじゃ、魔物を倒すことはできないの。だから、電光星君、あなたにお願いがあるの。私のすべてをあなたにあげてもいい。それだけのお願い。天皇星君、ありがとう。魔力もっとちょうだい。あなたがいれば、この時代の魔物は敵じゃない。もっともっと魔物は全部無惨させて道を切り開く。武蔵が出てくるならそれも倒す。そして、そして魔物の本体と話をつける。天皇星君、リゼットさんの一部が体に残っているあなたなら、霧の魔物と話せるはず。そのために来てもらったの。魔物と話して、私たちがこれまで何をしてきたのか、そして頼んで、この地球を去るように。大丈夫、お願いした責任は取るわ。もし魔物が暴れだしたら、命を懸けてあなたを守る。もともと成功の確証がないことなんだもの。だけどお願い、成功させて。私が言っても仕方ないかもしれないけど、あなただけが頼りなの。お願い。